経験者の5人が挑戦。得意な人だけでいいです。部活に入ってたからって出る必要ないんで、かりんちゃんはボタンに手もかけないと思うんです。いけるでしょ、かりんちゃん、吹奏楽問題。だって部長でしたから。そう、部長だよね。部長だもんね。確かにね。でも上村もね、はい、エースだったもんね。そうですね、トランペットの。そうだね、千葉のクワマンさんと呼ばれたもんね。吹奏楽っていうジャンルはどうなんですかね、クイズとしては。これは通らないといけないと言いますか。そうですね、いろんな情報は入ってるんで。なるほどなるほど。知識が広い。問題。管楽器が汚れた時に使う液体、クリームなどのタイプがある研磨剤。切った。はい、ポリッシュ。はい、正解。私いたずらして、あの楽器を取り上げられてた時期があって、ですることなかったので、部活中ずっとポリッシュでいろんな人のマウスピース掃除したりしてて、だから結構ポリッシュとは深い付き合いなので。多分陰でポリッシュと呼ばれてた。今松本以外はそんなに反応してなかったですよ、他のメンバー。かりんちゃんは？あ、木管楽器で私。部長で指示してたでしょ。いや、ちょっと金管さんはちょっとわからない。そうかそうか。